あ、ほんま、おて。うん。トラブル出して。一応、当たり前も面白いなかろうもん。あ、そう、トラブル考えてくれ。そう、この機会。トラブル、続きで。気合いもいくらも100分。気合い。入れとくさ。ああ、マイトとは五条巻きでマイト。ね、五条やろ。うん。それもいくらじゃいいよ。うん。ああ、そういうけん、少しゆっくりかんばいかんたい。うん。五条巻きけん。四条巻きなんよ、かば。うん。そういうけん、やっぱりどかして、藁の多かったやろ。そうそうそう、そう、藁の多か。うん。そういうこと。いや、麦は割と、去年とか、水準水準いったよね。いったと。去年よかったもん。あ、ずっと雨に落とらんことはやっぱ雨に落とるとどうなるんですか。結構雨多かったもん、ね、すぐすそうそう、もうにゃこうなんかこう見た感じで人らしかこと、あ、やっぱ人、うん、なんかさ、あ、光景のたらん、ここに来て雨ばっかりやんね、根元側やろか、つまゆくり、うんうん、そうね、ね、うん、そう。先の方や流れる。うん。根元側にカップが詰まる。そう。そう。奥さんのおのじとスーツスーツで帰るって何だよ。そのように。おいしょしょ。あっちは四畳上やなかですか。うん、そう。四畳マッチじゃ。うん。ほらんじゃん、いや、まだまだ、こういうの回らんの、やっぱり、うん、まだまださ、なんか、すごいな、ちょっとや、どうやって、なんだ、どうやって、なんだって思われてるんだろう、ガフで、麦わらが来たときに、え？麦わらが来たときに、どんどん、麦わらが来たときに、230時間前、そんなことどういう形になってるんですか、私は。歯が、そんなとことするってしてたけど、なんかこうって。水焼いてんでけんもんの。ん？米の隣だったら、そこの、買っていったってね、かぶって。うん。その場合は、もうこの枕しくろ、買っていかんばけんでけんもん。うん、うん、そうそう。枕のごとしくろやろ。うん。一曲かなり、稲銀か、三三両ぐらいな。そうそう。一丁減らしてろ。うん。俺なんかもう稲ね、俺がもう、ドバイナスに二畳とかまってた。二畳で和洋だから。まだ違う。まだ追加んば。うん。二畳でギャギャギャで和洋。ああ、そうやろ。うん。それがもしも。そういう時に俺がドバイナスに、その時大垣に二畳ってね、ガーって、もう月が落ちろうが。ああ、あれした時はね、あの、詰まった前はね、あの、うーん、さばき具合の悪かぎ、うん、そう、うーちょっと、エンジンの音の、ね、きつい、うん、あれがする、エンジン、その時はもう一本、手を、あれ、固めて、腹回して、全部な、な、あ、落としてやろ、うん、逃がしてしまう、そういう時は、おいどもはもう、稲の場合は、ほら、もう、周りがどかんじゃって、ドロップアウトしていくよ、キラージ、キラージやろ、すぐ行ってやろ、それでやっぱり買ったのが切らんだけでもうシャーシャーシャーでいかるやろ、あ、うん、もうその時周りがもどかにしてね、4畳で還暦検査きつださ、それでもどかんでくるよ、ドロップアウトって、もうそしたら僕も文字のコンボでどかにしてこうして、うん、まあええ
使いでもわらば、この麦わらでもらいにくい。麦わらも、もらいにくいやるわ。畑に。うん。麦わらはやばいですね。うん、うん、麦わらが。タンドン買って、何しよっかな。もうここまで終わっとかなあかんとけね、昼。今日全部一つも行く。これ二単二単やろもん。二単二単もやろ。ここ四単。ほいや。おう。ほいや。四単アポ。あ、そうか。あれの前あった。あそこは二単六製。おうおう。さっきのとこは。ほいや、武器や。あれは向こうさん、西川がの大勢ってさ。あ家なくてに引っかかったとか。裏建ての。裏に引っかかる。縦とか、うん、あれ、もう、ほら変形体、ちょっと逆かやね、そのそういうのは、田植えも上がるよ、あの方向にいろいろそうやろ、昔は今度、あれがあれで、上管っていうか上管で薬ばくときとか、鉄砲でくときばっかそれに合わせてしよう。
い。